はい、皆さんこんばんは。じゃあですね、続きをやっていきたいと思います。今回これ紹介するのはユービスの、戦国忍者くん。はい、これも某サイトで買ったんですけど、これ当初買うつもりなかったんですよ、俺。で、なくて、で、山梨のクソガキが、例のクソガキがうるさくて、買わないんすかと。で、元ユービスの、まあちょっと誰とは言えないですけど、まあおじさんがいて、知り合いに。で、そのおじさんに、ちょっとこれ聞いたんすよ。この機械のこと。そしたら、なんと、ワンロット50台しか、作ってねえよって言われて、マジかと。UPL の初代忍者くん のメダルのやつですね。あとはユービス版の青い、初代忍者くんもあるんですけど、それよりかも、はるかに製造数少ないと。50台しか作ってねえつって言われて、それを聞いた俺は、まあこれ持ってなかったんで、もう、即購入ですね。はい。で、購入しました。いや、意外と買ってみたら、初代忍者くんも持ってるんですよ。UPL とユービス版、両方持ってるんですけど、これ、キャラデザイン全然違うんすよね。戦国忍者くん。戦国忍者くんの方なんで。なんか可愛いんすよ、初代より。お姫様可愛くないですか？いやー、可愛いですね。はい。ちょっと僕はそこに燃えてしまいました。ここにも。はい。で、これ特徴が、筐体が全く設計違います。で、ここ湾曲してますし、はい。で、ここにこれも変なのっていうか、この鉄のあれついてますし、まあ、こんな感じでプレートがあるんですけど、これっすね、謎なのが。はい。で、上、パトランプついてます。はい。で、当初ここ鉄板だったんですけど、下のところ開けたら、元のついてたセレクターが中に入ってて、キャッシュボックスですね。で、中に入ってて、はい。交換しました。そしたら、なんとですね、100円でメダル交換じゃなくて、5クレジットなんですよ。びっくりしました。どんだけ高いんだと。しかもこれ純正のあれっすよ。シールっすよ。だからもともと100円5グレだったんですよ。めちゃくちゃ高いっすよ。で、これ多分、元の会社の、シールっすね。コバックっていう、プレランド系の運営会社のところがもともと使ってたってことっすね。で、取説一切なかったんですよ。で、元ユービスのおじさんに、ちょっと頼んで、貸してもらって、で、コピーしようかと思ったんですけど、ちょっとね、コピー機 ENS もダメ今、ダメっていうか、ちょっと調子悪くて、インクの、なんていうの、インクが出づらくて。なんで、手で書き写した、ものを中に入れました。っていうかね、なんかね、ほんと一枚、たった紙一枚のペラペラのやつですよ。初代忍者くんと変わんないですよ。取説っていうか。なんかほんとディップ表みたいな感じ。なんで、もう、下級図書流れで入ってます。で、一応ね、蛍光灯もつけて、これ8ワットです。はい。で、電球もほとんど交換して、ちゃんと動くようになってます。はい。ちなみに上には、超がつく光学系フィギュアっすね。これ未開封の新品です。まあ、新古品か。上も、なんか上の地の2つはね、なんか手にはなかなか入んないらしいっすね。未開封の新品は、新古品は。これ、一応買ったやつですね。予約で。で、ミクのやつとか、マドカのやつとか、上、紙剥がしてないです。なんかこれね、イリアのこのセーバーめっちゃ高いらしいっすね。未開封の新品めっちゃ高いらしいです。一応これ全部新品であります。中開けていきましょう。よいしょ。ちょっと一旦すいませんね。
よいしょ。めっちゃ中こんな感じになってます。で、メーターありますね。で、ホッパーです。で、裏にその紙、トリセツの紙入れてます。で、はい、電源で。で、ここが、一応メイン基板こっちについてます。で、ディップが2箇所と、あとこっちにもう1箇所あるんですよ。これか。で、これ言っちゃうと、まあ、さっき僕初代忍者くん、2タイプ持ってるって言ったんですけど、あと UPL のフェニックスも持ってるんですよ。大阪から引き取ったやつ1台あって。まあ、それは10年以上前ですね。とあるところからもらったんですけど。フェニックスと長身変わんないんですよ。フェニックス78年ですけど、あの時代から中身変わってないんですよ。やばくないですか？あれ78年だっけ？あれ86、ん？ 84 だっけ？ごめんなさい、84だったかな。70年代じゃねえな、フェニックス。ごめんなさい、ごめんなさい。ちょ、僕嘘つきました。あれ80年代ですね、フェニックス。ただ、忍者くんより前です。であれ、それの腕式のガッチャンガッチャンっていうホッパーなんですけど。ただ、基板は本当に変わってないんですよ。若干音、BGM がちょっとなんかちょっと違うぐらいで。で、ほとんど BGM の感じも一緒ですし、基板のこのシステムですね。基板の製造時期が違うってだけで、ね、基板の仕様っていうか中身はほとんど変わってないんですよ。本当に。だから、フェニックスの時から変わってないという感じです。でもしかしたら、やんないですけど、もしかしたら、これフェニックス基板変えても動く可能性大ですね。ただ、ちょっと電源がね、フェニックスとやっぱ違うんで、このユービスのやつ。だもしかしたらね、つけたら、基板が焼ける可能性ありますけど。まあ、ね。これ91年の機械ですけど、まあ、もう全く変わってないという感じも。はい。で、上 8W ですね、これ。はい。で、スピーカーここについてます。はい。まあ、ちょっとやっていきましょうか。ちょっとメダル結構使うんでね。で、これ、ないんすよ、スイッチ。ホッパーの腹出しスイッチとか。だから、不便なんすよね。で、一応、補足もう少しつけると、ディップスイッチあったと思うんすけど、ディップスイッチの、ちっちゃい方で、真ん中のこの、7セグの、揃う、要は揃う当選率を設定する方であって、8列あったディップの方は、基本的には下のコインセレクターの、クレジットの回数ですね、を設定します。で、脇にあった、変なこう、電源スイッチみたいなディップスイッチで、まず設定1、設定2で、この配当率、当たりの確率ですね、を設定します。で、上はデモサウンド、入れるか入れないか、っていうだけです。結構意外とシンプルなんですよ。ちょっとやっていきましょう。まず最初にね、姫様かけましょう。あとこれか。なんだ、鬼か。じゃあいきますよ。でも入りましたね。俺この忍者くんのこのデモと初代カーニバルのデモ超好きなんすよ。マジで超好きなんす。いやもう初代カーニバルはですね、今亡き大井町阪急の日子さんが運営されてた屋上ゲームコーナー、屋上プレイランドのゲームコーナーですね。を思い出します。は
はい。で、この忍者くんは、戦国忍者くんじゃなくて、初代に、UPL の初代忍者くんなんですけど、群馬県の水上温泉のですね、奥利根館、廃業して今廃墟になってますけど、あそこに忍者くんあって、あそこのゲームコーナー、すごい雰囲気があったんですよ。そこをほんと思い出しますね。この BGM は。真面目に。これが、28枚ですね。そうだよな。28枚っすよ、それで。ん？違うな。28じゃない。あー、そういうことか。はい、わかりました。28だよな。なんか入んないんだよ。完全に俺が今間違えてました。28です。あれ今飲み込まれたよな。これもね、セレクターおかしくて調整したんすよ、俺。はい。で、入るようになりましたけど。まあ、じゃあ、行きましょう。全掛けで。ね、これ強制スタートになります。全掛けすると。はい。姫様当たりです。いやー、やばいっすね。まあじゃあ適当になんかかけてみましょうか。もう一回やってみっか。次外れるかな。もう一回やってみましょう。じゃあ、あと姫様っすね。あれ？当たったんだけど、嘘でしょ。まあでも、赤字っすね。20枚赤字っすね。マイナス20枚。ちなみにゲームオーバーこいつです。こいつですね。キセルを持ったこいつがゲームオーバーです。ないんで。はい。じゃあ、あと一回だけやりましょう。じゃあ、適当にこいつで。スタート。
この音いいんすよね。たまに処理落ちしてちょっと音が遅くなることがあるんですけど、まあそれはちょっと仕方ないんで、まあこんな感じでとりあえず戦国忍者くんの紹介を終わりたいと思います。まあ一応ね、ここも綺麗に残ってたんで、はい、まあ良かったなと思います。あとキャラデザ意外と来て、よく見てみたら僕好みの気に入りました。まあお姫様断然好きっすね。はい、まあこんな感じで、はい、では動画の方終わりたいと思います。ではご視聴の方ありがとうございました。また続編にお期待ください。失礼いたします。